級行くか、福井級行くか、無人島生活で、ダウン楽して丘とかでぐらいするってけど、全然辛くなかったよ、それなりに、それなりに食ったもん。もう味関係なく港とかいっぱいですね。じゃあそれでみんなで一匹ずつ食べますか。3匹丸々刺すか。でも相当なひどいよね。相当なひどいね。ここでじゃあそれぞれ焼くか、段作ってこの石場再活用するか。あ、いいんじゃない、ここに窯作ろう、3つ窯作っか。うんうん、まあとりあえずこれですっか、完成3人分。なんかこれ多分ここに来た人さ、ひょっとしてなんかそれより文化の跡かもしれんと思うやろ、これ文化。もう薪も全部濡れとるね、ここんと。あ、これ完璧な棒を見つけた。落ちやろな、絶対落ちよ。おい、アルミホイルにぐるぐる巻きす、ほいでまた入れてからひっくり返す。うん、ミニコンポイガイミニパイヤー、ストップ、ちょっとキャップ。あ、転がりすごいな。よいしょ、よし、こいつだ、おいや。豪快だな、食事編すごいな。ほら、釣ったやつら全部、うわ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 、おいとそいとそいと、怖い、でかいのばっか。これらをさばいて焼く。十分取れたよ。ライターばもらいたかな。え、ちょっと燃やすやつがいい。ティッシュ使うか、ティッシュは。ティッシュいりますか、ほら。すぐティッシュ。ティッシュで行くパターン。うん、さあ行くぞ。風すごいな、風強いな。強いな。行けた。行くぞ。さあ行ってこい。ブーツのままだ。
ペース分けて、あのぶち込む、ぶち込むスペース、これ、ほら、あー、これ使うのかな、これ、行くぞ、行くぞ、行くぞ、最高。もう一回ここに入るってことですか。もう一回一緒に、もう一緒にやろうか。やばいですか。無駄に一個引いて。あら、とうとう思い出した、あっち。マジで一個無駄な紐を引っ込んできた。ガチやん、そいつ。カイ君、そっちが良かったかも。火は上にやりすぎたな。諦めないし。諦めない姿勢。素晴らしいじゃん。何としても。諦めない姿勢。はい、くん。やっぱ大きい魚刺したい感覚。じゃあもうみんなで食べましょうか。それぞれの釜でちゃんと焼けたね。それぞれの釜素晴らしく焼けましたよ。お皿、お、いいだろ、皿がある。あー、やばい、すごい、あー、こぼれ始めた、こぼれ始めた、ボロボロ。あ、カイ君、ちょっと、あれ、燃えるまで進んで。すごいな。よいしょー、すごいな、うまそう。もうなんかワンピースの状態やん。ワンピース、こんなシーンありましたっけ。ああ知らんかった。じゃあ火をつく半分やん。はい、さあこっちは当ててみて。すごい平手抜けてね。うわっ、うわっ、絶妙な加減に上がっとった。すごい絶妙加減やん、こわ、カイカ。おー、いいっすか。完璧です、ほらほら、これ完璧や。うおい、チーネー、すごい、これぞまさしくホイル焼きじゃない。ホイル焼きですね。じゃあ食いましょう。はい、はい、いただきましょうか。ケイベロベロ。はい、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。いくよ。うわ、おー、ここね、ここに、ここに、うわ、おー、一気に丸ごとですか。そうば、その目の前で釣ってきたやつやっけんね。おー、行くよ、ここに行く。いただきます。いただきます。うん、おいしい。ひらすずきうまいっすか、やっぱひらすずきうまいっすね。ひらすずきうまかるな。ほら、おー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 、あー、うまい、うまい。最終日丸焼き大成功。うん、ほら、はい、丸焼き、おい、丸焼き、がぶりつくぞ、かぶりつくぞ。いただきます。はい、どうぞ。背中くれた、うまい、うまい、うまそう。すごいな、豪快、豪快、豪快。あ、でも塩つけとるだけで全然うまか、うん、海水つけとるだけですか。ね、全然十分ね。めっちゃうまい。よっしゃ、うん、じゃあゆっくり食べましょうか。はい、ね、早く食べましょう。ひらすずき、もうふわふわしとったっす。ね、どうでしたか、振り返ってみて。でもこういう機会ってなかなかないけどですね。僕も実は初めて無人島に来て。まあ、そうよね。3人で協力しながらですね、うん、あれこれ自分で考えてっていうのができたんで、いい経験になったっす。おお、いいこと言うね。さすが。いや、もう連れてきてくれてありがとうございます。おお。なんかかっこいいな。わ、自然の中でガンって行くことあんまなかった。今まで止まったりなんかしたりはあったけど、さすがに道具もまともにない。アルミホイルがすごかったけど。
本当は叩いてコップとか作るようになったけど、さっきも先頭になりましたね。うん、まあヤギに出会ったり最終的に爆中したりね、ということでこの魚たちが美味しそうだなと思った方は高評価をチャンネル登録コメントもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もうすぐ結婚します。おい、そうた、いきなり重大発表いや、もう重大発表先輩やったけん、もうこのタイミングしかないだろうと。そうだね、プロポーズしました。はい、おめでとう。合格した。合格しました。合格した、はい、さあ、じゃあそしたらカイ君のこのプロポーズ計画成功したことが良かったなと思った方は高評価をおめでとうと、ね、いう気持ちを込めて高評価をぜひよろしくお願いします。もうすぐつけると思います。 おいしょ。じゃあつけたカイ君、じゃあシーマス釣りに行きましょうね。そうですね、はい、さすがに外すとこいい。その時はね、なくすもんね。そうね、外すとこいいね。はい、いや、では、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。爆笑したけんね、これらですね、はい、釣れたので、口チェ、はい、喜ぶんですよ。だいぶおらんの全部くらい。嬉しかった、うん、ですね、こんな喜んでもらってもらえるの。よし、じゃあ続きして、持って帰ります。はい、これらを使って何をするんですか。うなぎを歩いて取ります。おいしょ。取ったら嬉しかったけな。ちょっと待った、ベラよな。え、どういうことか。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後、アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。